はい、それでは両足を担がれた時のカウンターの三角締めを説明していきます。まず、私ガードポジションの状態で両足を担がれたとします。ですね、この状態ならまだ入りますが、自分の両足、相手の肩口に乗せられてしまって、相手が手がクラッチしてしまえば、こちらとしては動きが制限されてしまいますので、パスガードをされてしまいますね。なので、担がれたとき、ここですね、相手の肘、自分の膝裏が置いてある状態で、自分の、両足の裏を相手の腰に当てるように、足を下げます。この状態になりましたら、まず両手で相手の頭を下げます。自分の体に寄せて、自分の右手ですね、逆手で相手の奥襟、手を入れていきます。で、入りましたら自分の左手で相手の頭を相手の左側に押していき、自分の右手を相手の首に沿うようにこのようにかけていきます。自分の手が入りましたら両足は三角締めをするように、自分の右の足を相手の首の後ろにかけて、もう片方の足をこのようにクラッチをしていきます。そうしましたら両足を締め張っていきますが、できれば相手の首を寄せていくと三角締めをするように深く入っていきます。はい、それではもう一度いきます。